これで2019年のトイック開封動画は最後になりますので、いきます。点数はこちら。リーディング今年一番簡単だなと思ったリーディングは一体何回満点取ったんだろう。ない9回中回ね、満点だった。それでは始まりました、もちあチャンネルです。今回はですね、第245回トイック公開テストの結果の開封になります。で、このチャンネルですね、今英語講師オーディションっていうのをやっておりましてですね、まあ、新メンバー英語講師オーディションって言って5人のですね英語講師の動画、あ、別にあの授業じゃなくてもいいので今回ですねを見ていただきまして、でその中で誰を新メンバーにするかっていうのをやります。はい、それには皆様のですね、視聴回数、そしてですね、高評価数が、低評価は入れないですかね、高評価数が、重要になりますので、ぜひ見てですね、いいな、この先生っていうのに、を評価していただけたらなと思いますので、初めてこのチャンネルを見る方は、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、それでは、結果を見ていきたいと思います。245回のですね、感想を今見てたらですね、まあ、ちょっと簡単だったって言ってますね。まあ、プレッシャー。簡単だって言っててね、できてなかったら困るのですが、果たしてどうだったのでしょうか。ね、まあ、パート2がちょっと難しいのがあったか、1も難しいのがあったって言ってましたかね。あとはパート4のボソボソ喋るオーストラリア人が大変だったって言ってますね。リーディングが今年受けた中では一番簡単だったって言ってます。では、開けていきましょう。ほっ。よし。さあ、見ますよ。個人情報を隠さないと。点数ですね、いきます。点数はよっか、折っておけばいいですよね。住所折っていきます。点数はこちらです。じゃん、990点満点、はい、満点を取ることができました。写真がね、こうね、サイズが違うやつを無理やり切って、大きいやつを貼ってるので、ちょっとオーバーですね、見れちゃってるけども。はい。11月24日、第245回も満点を取ることができました。では、気になる正答率の方を見ていきましょうね。トイックっていうのは全問正解しなくても満点を取ることができます。さあ、それでは、見ていきたいと思います。はい。まずは、リスニング。リスニングは、こう。あ、取れてない。94、98ってことは2箇所間違ってますね。長めの会話で2つ取れてない。98とかあるんだ。うん。ということで、パート3、4で落としたってことですね。やっぱパート1、2、いや、多分パート4だと思いますね。パート1、2、3までは全問正解してるなっていう気がしてたんで、やりながら。パート4で、うわ、むずって思ったのがあったんで、やっぱパート4でダメだったって感じですね。続いて、リーディングですね。リーディング今年一番簡単だなと思ったリーディングは一体、誰でしょうか？こちら。ん？いけたんじゃない？これ全問。そうですね。100、100、100、100、100。はい、リーディング全問正解ですね。よし、よし、だけどもったいない。リーディングの方が全問正解ってなかなか出ないんですよ。だから、うわー、もったいなかったな。リスニングも取れてれば全問正解だったんですけどね。リスニングもリーディングも。残念でしたね。両方正解したかった。悔しい。悔しいです。そういった結果になりました。はい、これで2019年のトイック開封動画は最後になりますので、ありがとうございました。ね、まあ、無事。何回満点取ったんだろう、わかんないですけど。全然わかんない。覚えてないや。自分で見てみますかね。テスト結果確認。パッと見れないのかな、全部。一個一個しか見れないの、これ。今までの結果をバーンと見れるやつとかって、ないの？え？あった。テスト結果一覧。ああ、いちいち表示しなきゃいけないんだ。パッと一個見れないんですね。243満点、241が985点、241回は取れてないですね。240回満点、239回980取れてないですね。で、239
8回満点。237回満点。だから2回取れてない。9回中7回、ね、満点だったっていうことになりますね。今季、2019年は9戦7勝という形になりました。来年、2020年は全部受けられるので、10回とも初めて受験できますので、7月のトイックがなくて、10月に2回あるので、トイックがですね。なので、10回戦いますので、10戦10勝を目指してですね、戦いに臨みたいと思います。1回は全問正解したいですけどね、200も全て正解して満点っていうのを出したいなぁとは思うんですけど、まあ、それを来年の目標としてですね、やっていきたいと思います。受け続けていきます。はい、ということですね。今回は2019年、多分まあこれが最後になる開封になります。で、2020年の1月に、12月の開封がまたありますね。そちらも楽しみにしておいてください。もう12月の246回のテストは受け終わってますので。でまあちょっとね、合ってないリーディング間違っちゃったな一つっていうのがあるので、それが残念なんですけども、どうなるかお楽しみにしておいてください。また来年もよろしくお願いします。Thank you for watching. ご視聴ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.